ここでお金を稼げると聞いて。おお、若いの、薪割りやってくれんか。薪割りですか。薪割り手伝います。おお、それは助かる。頼んだぞ。よしよし、そうじゃ、よしよし、そうじゃ、よしよし、ほれきた、違う、ほれきた、あいやー、ほれきた、よしよし、ほれきた、よしよし、そうじゃ、ほれきた、よしよし、そうじゃ、よしよし、ほれきた、そうじゃ、よしよし、ほれきた、よしよし、ほれきた、よしよし、違う、ほれきた。まあまあじゃの。やめておきます。そうか。まあ気が向いたらまた来とくれ。すいません。どうしたの、りょうくん。ソさんの家はどこですか。私、ソアキンだけど、何かご用かしら。お年寄りの祖さんを探してるんです。なんだ、じいじのことね。私たち祖一族の長老よ。家はほら、すぐそこ。わかりました、ありがとうございます。おいで。なんじゃな。聞きたいことがあるんです。どいつもこいつもわしがいないと何もわからんからな。よいぞ、行ってみろ。花橋ができた時のことを知りたいんです。花橋？何でもいいんです。教えてもらえませんか？珍しいことを聞くな。ま、どうしてもというなら教えてやらんでもないが。わしがまだ子供の頃、時の宮廷より使いがこの村に使わされたことがあった。その使いを迎えるために花橋が新たに架け替えられたのだ。花橋が？そう、村の入り口にあるあの橋はその時に作られたのだ。今でもはっきり覚えておる。暑い夏の日じゃった。都の衣装は、それはきらびやかでの。宮廷の使いは何のためにハッカソンに？わからん。知らないんですか？
それはまだ子供だったからの。では他に当時のことを知っている人は。このわしの他にかね。その日は孫のやつもおった。孫さんはどこに。孫は最近市場のあたりでうろついておると聞いたが。市場ですか。孫のやつは風来坊じゃからの。どこにおるのやら。わかりました。ありがとうございます。すみません。なんだい坊や。孫って人を知りませんか。知ってるよ。もんなしのじいさんだろ。その人は口が達者でたまにパンダ市場に来るらしいけど、私はもんなしにタダ酒なんて絶対に飲ませないから暴落台には来ないよ。そうですか。ちょっといいですか。いいわよ。孫って人を知りませんか。なんだそんな話なの。つまんないわね。孫って人を探してるんです。たまに見るけどうちの店には来ないわよ。お酒と甘いものしか買わないのよ。そうですか。すいません。はい、いらっしゃい。お姉さん。よしとくれよ。照れちまうじゃないか。聞きたいことが。孫って人を知りませんか。なんだね、買い物じゃないのかい。孫って人を探してるんです。今日は来てないよ。その人は私に聞かれてもどこに住んで何をしているのかさっぱりわからないけど、確か宝の古い友人だと言ってたね。宝さん、宝老師ですか。聞きたいことがあるなら宝のとこへ行きな。わかりました。ありがとうございます。いや。お兄ちゃん誰。俺は亮って言うんだ。よろしくな。ねえねえ遊ぼう。今はちょっと。僕亮ちゃんとサッカーしたい。でもボールがないだろ。僕サッカー選手になりたいのにお姉ちゃんサッカーボール買ってくれないの。そうか。お姉ちゃんメイメイって言うんだよ。景品屋さんでお仕事してるの。景品屋さん。ああ、景品交換所のことか。僕、サッカーボール欲しいな。バケツ石投げのお店にあるんだけどな。バケツ石投げ。石を投げてバケツに入れると
サッカーボールがもらえるの。でも僕取れなくて、お小遣い全部なくなっちゃった。ねえリオちゃん、取って。よし、任せとけ。本当？ああ、約束だ。わかった、僕待ってる。石投げか。バケツ石投げやるかい？サッカーボール、あの子が欲しがってた景品のボールはあれか。よし、毎度。よく狙ってけよ、イちゃん。よし、あの子が欲しがってたサッカーボールだ。あの子に届けてやるか。お、やるね兄ちゃん。この調子でどうだ、もう一勝負。また今度にします。そうかい、じゃあな。